今日は沼津のホーム開幕戦ということになりました。スルクラの沼津対、ガンバ大阪 U23 の一戦、これは24分のシーンです。ここからこぼれ球を、拾った柴本からメッシの左足に持っていってシュートを打っていきました。ここはゴールキーパーニエカーのセーブです。35分は沼津です。左サイド染谷が持ち込んで、このクロスのこぼれ球、最後は菅井のシュートでした。0対0で後半に入っていきます。50分、ショートコーナー、フコイントのショートコーナーから尾崎のクロスです。これは渡辺が触れればというところでしたが、これはゴールキックになっています。いいクロス、そしてうまくヒットできればというところでした。そして71分です。このこぼれ球を拾ったのは藤原です。藤原のクロス、ニアに飛び込んでいって、徳武、後ろに川森もいましたけども、ゴール方向にボールを持っていくことができなかった沼津です。76分です。左サイド染谷のクロス、ファーサイド尾崎が落として、坂本、最後は福井のシュート、田尻のセーブです。さあ、これも沼津のシーンです。コインとのワンツー、前澤が入っていこうというところ、取り返して川森のシュート、これも枠を捉えることはできませんでした。これはガンバのシーンですね。左サイド高木がうまくボールを奪い返して右足を振っていきました。こぼれ球をもう一度高木というところでした。86分、高尾がドリブルで突破してペナルティーエリア内進入というところでしたが、シュートまでは持っていくことはできませんでした。